日本の F3 戦闘機開発が本格始動した昨年、アメリカとの共同開発かと思われた時、突如浮上したイギリスとイタリアとの共同開発に度肝を抜かれました。今回はこのアメリカ排除の背景を詳しく見ていきますね。狙いは次々機戦闘機開発の準国産化です。2022年12月は、日本の今後の防衛政策を進める上で、大きな節目となったと思われ、16日に、現、岸田内閣が、新たな安全保障関連の3文書を閣議決定し、その内容に沿って、大幅な防衛予算の増額を確定させたことが、記憶に新しい。新たな安全保障関連の3文書とは、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のことを指し、従来の防衛計画の対抗が、国家防衛戦略へ、中期、防衛力整備計画が防衛力整備計画へと改称されたものである。この新たな安全保障関連の3文書の閣議決定によって、日本の防衛予算の総額は、今年2023年度分から、2027年度分までの直近5年間で、約43兆円規模に達し、平均でも1年9兆円弱と、これまでの6兆円弱を大きく上回ることとなる。この決定がなされた際には与党である自民党からは、その増額分の防衛予算の原資として、いずれは増税を行う必要性があるとの意見も漏れ聞こえてきていたが、最近ではあまり積極的な言及は行われていない感もある。どのような理由、形にせよ国民にとっての増税は、選挙時には大きなマイナスに捉えられることは避けられないのが通例であるため、与党サイドでも今のタイミングで積極的な態度は控えている可能性は高いだろう。さて、こうした安全保障関連の3文書の改定と、閣議決定の前の同年12月9日には、航空自衛隊が配備中の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画についても、公式の見解として、大きな動きが、関係各国の政府から打ち出された。日本、イギリス、イタリアの3カ国で、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを正式に開始し、日本は、F2 戦闘機、イギリス、イタリアは、ユーロファイタータイフーンをそこで生み出す機体によって代替するとした計画だ。ただし、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおいては、こうした戦闘機そのものを開発する内容も、その一部と定義づけしており、これらに、随伴可能な無人航空機等を含めた、航空戦闘システムの構築を唱えている。こうした戦闘機単体の開発に止まらず、もっと広い航空戦闘システムの構築をコンセプトとして掲げるのは、最近のこの分野の大きなトレンドでもあり、アメリカをはじめ、多くの国が、そうした方向を打ち出している。ただし、そうしたコンセプトがあるとはいえ、日本の場合でも、現在の F2 戦闘機を代替する機体を、次期戦闘機として開発すること自体は変わらず、やはり、最大の注目点は、戦闘機の機体そのものにある点は、否定はできないだろう。さて、そんな日本の次期戦闘機開発であるが、かつて、2018年末に、閣議決定を行われた、今となっては、最後の中期防衛力整備計画となった中では、今以上のネットワーク化に対応し、かつ、F2 戦闘機の代替を行うものと位置づけていた。その上で、2035年前後からの退役が見込まれる F2 戦闘機の担うポジションを埋めるため、日本が主導する形での次世代戦闘機の開発を早期に始めると、当時は述べられており、自国で主導することが必須の要件だったことが伺える。この当時は、日本の次世代戦闘機開発への参画企業は、全体の統括を、三菱重工業者、機関部を、IHI 社、
電子機器類を三菱電機社が担い、他に、スバル社、東芝社などが加わり、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぐ形が有力視されていた。日本側の布陣は、自国の航空、防衛産業を支える主要企業が、当然のことながら、名を連ねており、そこに、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎつつも、日本が主導する開発体制をいかに構築するのかが鍵とめされていた。アメリカのロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍に、世界初の、いわゆる第5世代戦闘機、つまり、量産のステルス戦闘機である F-2 にラプターが採用された後、今や、西側諸国のデファクトスタンダードとも言うべき。ちょうど、旧ソ連の崩壊後の軍縮の流れもあり、F-2 にラプターは、アメリカ空軍のみに200機弱が調達されたに止まったが、模擬戦闘においては、それ以前の第4世代戦闘機に比して、108対0という圧倒的なスコアを示し、その優位性を見せつけた機体でもある。F-35 ライトニングには、F-2 にラプターに比べれば、機体そのもののステルス性能は、レーダー反射断面積も大きいものの、時代の進化でよる強力なレーダーセンサ類を備え、今も絶えずアップデートを繰り返し、性能向上を継続している。そんな F-35 ライトニング2を擁するロッキード・マーチン社が、日本の次世代戦闘機においても、その技術支援先として最有力視されたのは、当然の成り行きとも感じられたが、GCAP、グローバル・コンバット・エアー・プログラムでは、そうはならなかった。GCAP、グローバル・コンバット・エアー・プログラムにおいても、ロッキード・マーチン社は、その有人戦闘機に随伴する、無人航空機の分野では、協力を行うとめされているが、そこに至った理由は、開発の時期が大きかったと考えられている。アメリカ軍において、次期戦闘機開発は、複数のプロジェクトが、同時並行的に進められているとも言われているが、いずれも、日本のように、2035年を目途に、実戦配備を目指すものではなく、もう少し遅い時期が想定されている。加えてアメリカ側からしてみれば、日本の次期戦闘機は、今の F-35 ライトニング2等を凌駕する、いわゆる第6世代と称されるような存在ではなく、あくまで、第5世代機の延長線上にあり、技術供与を行う利点が乏しいとの観測もある。もともと、イギリスとイタリアとスウェーデンが進めていたペンテスト計画を含めて、それらも、いわゆる第6世代機の開発を目指すプロジェクトだと見さされてきた故事もあり、正直、アメリカ側はそう見ていないのが、事実であれば心穏やかではいられない気もする。しかし、こうした第何世代と戦闘機を分類する捉え方自体が、実際に実用化されたそれらを後付けで分類したものであるという側面は否めず、開発側が要求する性能を、費用対効果に、そう形で実施できれば、問題はないのかもしれない。むしろ問題であろうと思えるのは、日本の次世代戦闘機が、F-2 戦闘機を、ほぼ同数で代替すると考えた場合、その数は90機ほどが必要となるが、アメリカ側は、その数では、すでに、戦闘機開発のビジネス上の旨味はないと見たことではないだろうか。戦闘機以外にも、こうした傾向が今後発生するとなると、アメリカ製の兵器システムへの依存度が高い日本では、その他の兵器の調達価格も、今以上に高騰する恐れがあり、防衛予算を増額しても、数字ほど戦力が増強されない可能性が危惧される。まあ、そうした他の兵器調達については、個別に対処していくしかないのだろうが、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでは、イギリス側の布陣を見て、日本側の思う主導権が確保されるのかも、ポイントになるだろう。
イギリスにおいて、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの全体を統括するのは、BAE システムズ社であり、機関部はロールス・ロイス社、電子機器類は、レオナルド UK 社とヨーロッパを代表する、軍需企業が参画している。こうした軍需企業に対して、従来からの経験や実績において、日本側が主導権を握ることは、かなり困難なことが予期され、初めから分かっていたこととはいえ、どこまで、その実現が図れるのかは、かなり未知数に思える。日本が、イギリスやイタリアと互いして渡り合っていくには、開発の技術面というより、国家の経済的な規模に準じた予算面で、イニシアティブを獲得することも、一つの戦略ではないかと、個人的には思えてならない。一時期は、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける費用負担は、日本とイギリスとが 40% ずつ、イタリアが 20% という報道も見られたが、すぐに、イタリア政府がこれを否定している。